昔ってやつかい。まあこれも一応確認しておきましょう。ここちょっとピンを打っといて、まあ途中行ってみようか。だってこの辺のマップ欲しいもんね。かかりこむらってワープできるんだっけ。できないんだね。ここにはワープできると。じゃあここ目指してとりあえず行ってみましょうね。とこれ飛ぶ、 X で飛ぶか。ほらよ、果て飲むわ。さあ行きましょう。ここもジャンプ、ほらよっと。おいおい、何これ、ここジャンプできないの。あ、こっちが上。ね、行ってみましょうね。どうせ戻るついでと思えばいいよね。ワープしないでも。祠がある、あ、なんかああいう赤いとこなのかな。これ祠っぽいけど、どうなんだろうね。まずあそこ目指そう。目指しましょうね。とにかく行けるところまでまっすぐ行ってみましょう。こっちだ。もう道なき道を進んでいく。すごいねこれね。おらよっと、飛べ飛べ。ほら近づいてきた。もう行けそうだもんねこれね。いやー、なんかでも来てよかったね。なんかいつの間にかこう、余計な接触はしない。ほら近づいてきた。マップだよね、ここまで来てマップじゃなかったら嫌だな。いろんな鳥がいる、鶴みたいな鳥とかね。なんか建造物がありますが、なんかこっち見てる。あんまり触らない方がいいかもしれないですね。とにかくあそこに行ってから果ての村に行きますよとね。まあこういう時間にね、いろいろこうおしゃべりとか したいぐらいの話なんですが、はい、おしゃべりというか雑談的なね。果ての村、南の湾、南の湾だって。いや、
かり寒くなりましたねとかそういう話。でもこれアーカイブというかね、 YouTube なんでね、これ例えば来年の春とか夏とかね、見る方も、来年って言っても2023年とかにね、見ていただける方もたくさんいらっしゃるでしょうから、あんまり季節的なことを言ってもどうかとは思うんですけれども、今現時点でね、2022年の、お、聞きましたよね、秋口ということで、すっかりちょっとね寒くなりましたよ。さあ行ってみましょう。うわ、果ての塔だって。おっとっとっと、何、登っていくしかないんでしょこれ。うわ、まあ、間に合うんでしょうね、間に合うんでしょうね。マジで、ちょっと待って、リトライはリトライだけどさ、どこまで戻っちゃう？果ての塔ってなったんだから、果ての塔でオートセーブだよね。だよね、よかった。でもって生き方でございますが、でもここ以外、ここの部分からしか行けないよね。もうみんな痛い痛いってなってるもんな。これもこれ上まで、あ、ちょっと待って、ここでこうやって満タンにしてから行くのね。で最短コース行かないとね。こうやって最短コースを行かないと痛い、また死ぬ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。